やばい、もう動画撮れない。レーザー治療をしていて表面のものは取れてるはずなのに、なぜかシミが増えてるってことに気がついたの。簡単にシミが取れた。あんなに広かったシミのレベルと、あと肝斑のレベルっていうのが差があったっていうことで。皆さんこんにちは、ミクです。今日は私のシミがなくなった理由お話ししたいと思います。前々回の動画で私の肌が綺麗な理由というずうずうしいタイトルの動画を出させていただいたんですけれども、その時にね、どうしてシミがなくなったかっていうところを詳しくお話しできなかったので、今日はあの状態から今日に至るまでどのようなことをしてシミがなくなったかっていうことをですね、詳しくお話しさせていただきたいと思います。はい、私最近ねバリから帰ってきたんですね。 UV 対策はもちろん万全にしてたつもりではあったんだけども、やっぱりうすら焼けてしまって、トーンもねどす黒くなっちゃったし、シミも濃くなっちゃったし、肝斑も戻ってきちゃったんですよね。なのでまた一からやり直しっていう感じで、肌を再生させるために元の肌のコンディションに戻れるように頑張ってるところです。これでもだいぶマシになったの。もう本当にバリから帰ってきた直後はやばい、もう動画撮れないっていうぐらいまで本当にどす黒く、肌はすごく乾燥しちゃったし、シミは濃くなっちゃったし、メルボルンにいる時は 2.5 から3リットルぐらい毎日飲んでるのに、バリにいる時は多分ね 1.5 リットル飲むか飲まないかみたいな感じの生活をしてたので、もう本当に肌がねまたしぼんでしまいました。やっぱりそれで思ったのは、水って本当やっぱり大事っていうことを、またごめんね、しつこくてごめんねなんだけど、すごく改めて痛感した旅でした。はい、ここからですね、シミをリムーブするためにどういう施術をしたのかっていう施術系と、あとスキンケア系っていうことに分けてお話ししてみたいと思います。はい、ということでまず最初は施術系。私のシミが大爆発してた時期っていうのは、前回もお話しした通り2015年の次女出産時だったんですね。女性ってホルモンの関係で妊娠してる時期って一番シミが濃くなるっていうふうに言われていて、で私も例に漏れず本当にめちゃくちゃ濃くなっちゃって、もう出産する時にはもうあれひどいよね、本当自分で見てもひどいわって思うぐらい本当にひどかったんですよね。で出産してちょっと一旦落ち着いた時期ぐらいに、あまりにもひどいからちょっとクリニックに行ってレーザー治療をしようと思って、オーストラリアにあるスキンクリニックの方に行ってきました。で私ね、その当時って全然そのレーザーに関する知識がゼロで、レーザーの種類があることも知らなかったし、レーザーがどのような働きをするっていうこともろくに知らないままクリニックに行ったんですよね。でそこで受けたレーザー治療で表面にあるそのシミを取っていくっていうような治療を受けたんだけども、目立っていたシミっていうのは本当にみるみるうちになくなっていったんですよ。でそこで味を占めて、これはいいと思って、月に一遍ぐらいのペースでスキンクリニックに通いました。そしたら表面に見えていた濃かったシミっていうのはだいぶマシになったんですよね。でもね、そのぐらいの頃から気がついたの。表面のものは取れてるはずなのに、なぜかシミが増えてるってことに気がついたの。レーザーをしてもしても、なんかこう別のところからシミが出てくるんですよ。でそれが一体何なのかっていうのがわからないまま、本当に焦りにも似た気持ちでレーザー当ててるのにまたシミが出てきてるみたいな、その時にその施術をしてくれた人とお話をしてて、どうやら肝斑でやるってことが分かったんですよね。私の肝斑っていうのはどうやらそのレーザーを照射することによる反応で出てきてしまう肝斑だったらしいんですよ。でね、私それ気づくのが、私もその施術をしてくれた人も遅かったんだけれども、なんでそれが遅くなったかっていうと、肝斑ってアジア人の女性特有のもので、白人の女性にはその症状っていうのがほとんど現れないものらしいんですよ。なのでこれが肝斑であるっていうことに決定した、決定というかね、どうやらこれ肝斑だねっていう風になったのが結構ちょっと遅かったんですよね。その半年ぐらい経ってから気がついたみたいな。レーザーの照射によってその肝斑が副反応として出てきてしまうっていう人っていうのは全部が全部じゃなくて、私は割と稀なケースだったらしいんですよね。そこからもうレーザーを打てなくなっちゃったんですよ。レーザーをすることによって肝斑がどんどんひどくなってきてしまうって別の問題ができてしまったので、そこからレーザーをすることはやめました。代わりに何をしたかっていうと、ピーリング重ねてやることによって、どんどん皮を剥いていくわけだから、皮を剥いていくっていうかね、全体的なトーンが上がったんですよね。
でそこから去年の夏に至るまで美容医療みたいなことはしてこなかったんですよね。去年の夏日本に帰ったタイミングでもう一回ねレーザー治療を受けることにしました。その肝斑とは別にね、私ちょっと大きな5ミリ程度のサークル、ミステリーサークルみたいなものがみたいなものがこうできちゃって、でそれを取りたかったっていうのと、あとその肝斑治療っていう2つのことを解決するために美容クリニックに行ってきました。でこれちょっと固有名詞を出しちゃうんだけれども、品川美容外科に行ってきました。でね、ちょっと今からお話しすることっていうのはあくまで私の個人的な経験なので、品川美容外科がいいとか悪いとかそういうことではないということをちょっとご理解いただいた上で聞いていただきたいんだけれども、私のこの表面に見えている5ミリ程度のミステリーサークルと、あと肝斑っていうのは別の施術をする必要があるんですね。要はその表面に出ているシミっていうのは肌の表面にあるもので、肝斑っていうのは肌の中側、奥底のところからこう湧き上がってくる、泉のように湧き上がってくるものなので、その治療の仕方が違うんですよね。ということで、2つ別々の治療をすることにしました。表面にあるシミに関しては、吸水池ヤグレーザーというシミの部分に照射をして、でそれがかさぶたになって落ちて綺麗になるっていうような割とオーソドックスなレーザー治療なんだけれども、結論から言うと本当にこれやってよかったなって思いました。なぜかというと、まずすごく簡単にシミが取れた。10日経ったぐらいの時にかさぶたがポロッと取れて、であとはもうピンクのね、もうまっさらな生まれたての肌が出てくるんですよ。ピンクになっちゃった肌の部分と、その普通のこの老化した普通の肌とのその色の差っていうのがギャップがあるので、そこがちょっと注意点ではあるんだけれども、 3,4 ヶ月経ったぐらいのところからようやく今のその全体的に同じような肌のトーンっていうのになりました。もう本当にね、この5ミリ程度のシミがなくなったことによってメイクが本当に楽になった。コンシーラーをしなくて済むし、そんな5ミリ程度のものなのにそれがなくなったことによって肌のトーンが本当にね均一になったんですよね。私その去年の夏日本に帰ったタイミングでやったっていうのもあって、やる時期を間違えちゃったんですよね。本当はこれ多分真夏にやるものではないと思う。紫外線を浴びないようにするためには割と苦労しました。なのでできれば真夏じゃないタイミングでやるのをおすすめなんだけれども、気持ちがすごく楽になった、やって本当に良かったなと思った施術でした。でその次、肝斑治療、これに関してはその肝斑の程度によって金額が変わってくるんだけれども、私はほっぺたのこのぐらい、ここほっぺたの周りこの辺に、まあ厳密に言ったらおでこもあるんだけども、その時はほっぺただけだったのかな、ほっぺただけの照射っていう感じで、料金を計算してもらって、でごめんなさい、これのね、これの治療名をちょっと覚えてないんだけれども、料金で言うと1回4万円かかりました。受ける前に1回の施術だと変わりません、1回の施術だと効果は期待できませんということを言われました。はい、でもその時私はもう絶対にやる気満々で行ったので、もう変わらなくてもいいからやってほしいっていう風に言って受けたので、別にそのクリニック側がどうこうっていう問題じゃなくて、自分の中で納得した上でもう変わらないっていうのを分かった上で、受けたんだけれども、結果やっぱり1回の施術だと何も効果はありませんでした。効果が出るまでに15回は通わなきゃいけないんだって。だからね、もし私が仮に日本にいたとしても、金額的にも時間的にも15回毎回4万かかって15回かっていうような、仮に私が受けられる、その治療を受けられるようなシチュエーションにいたとしても、実際やるかどうかっていうのはわからないなっていうふうに思ったのが正直なところです。でそこでだから肝斑の治療はその1回きりで終わり、その治療が終わってからトランシーノを飲み始めました。飲んでた時は本当にね、肌に透明感が出たなっていうのを実感しました。肝斑も薄くなったなっていうふうに思いました。ただトランシーノは前回もお話ししたんだけど、服用をやめるとまた肝斑っていうのは出てきてしまうんですよね。今コンシーラーで隠してるんだけども、この辺やっぱりね肝斑が戻ってきてしまいました。でもね、もう薬気になって肝斑を消そうっていうふうに今あんまり思ってなくって、こうやってちょっとリゾートに行ったらまた戻ってきてしまうとか、ちょっと太陽の下に行けばまた戻ってきてしまうっていうような、そんな感じの性質のものなので、もう気長にね付き合っていくしかないなっていうように、もう腹をくくって、今もこうやってね肝斑が戻ってきちゃったけども、もちろんがっかりしたし嫌なんだけれども、こっからまた肝斑を薄くしていこうっていうようなふうにこう切り替えてやっていこうと思っています。はい、続いてはスキンケア。
私のスキンケアのルーティンの中には必ずビタミン C を取り入れてます。でビタミン C を取り入れるタイミングなんだけれども、私は朝使うことが多くって、でその理由としては朝使うことによって日中浴びてしまう紫外線から肌を守ってくれる、夜は夜で日中浴びてしまった紫外線をなかったことにしてくれるっていうような、そんな素晴らしい作用があるんだけども、私は朝だけの使用にしています。なぜかというと、夜は夜でレチノールだヒアルロン酸だっていうような別の成分を使うことが多くって、例えばヒアルロン酸とビタミン C って併用できるんだけども、他にも併用 しない方がいい成分とかもあったりして、いちいち覚えてられないので、私は朝だけの使用にしています。ちなみに私がよく使っているプロダクトをお見せするとこんな感じ。もう何回も動画に出ているこのイソップのビタミン C、 これがね本当にもう神、私の中でこれ神みたいな感じなんだけども、今回バリに行く時にこれ持ってこうかな、どうしようかなっていうのをちょっと悩んだんですよね。でもこれ瓶でしょ、かさばるし重いから、で必ず私冷蔵庫保存をしてるので、宿泊先が変わる中で冷蔵庫にずっと保存してられる自信がなかったので持ってかなかったんですよね。そしたらやっぱりすごく大後悔したの。バリに着いた時は良かったんだけども、だんだんこう日を追うごとにだんだん顔のトーンがこうどす黒くくすんでいって、でビタミン C 欲しいなっていうふうに思ったんですよね。でその時に慌てて購入したのがこちら、バリのオーガニックブランドのビタミン C です。乳液としても使えるっていうぐらい、多分乳液っていうカテゴリーなのかな、もしかしたら保湿力もすごく高いんですよね。なので肌にスッと浸透するというよりは割とこう守ってくれるようなタイプのものだなっていうような感じでした。これは本当に肌にねぐんぐん浸透してくれるっていうような感じなので、若干そのテクスチャーとかその使った感じが違うなっていうのは思ったんだけども、なかなかこれはこれで良かったです。そして最近の仲間入り、こちらナンバーズインから新たに出たビタミン C の美容液になってます。これはグルタチオンっていう成分も配合されたりとかして、ビタミン C だけじゃなくて他にもその若返り成分っていうかね、そういうものが入ってたりするのですごく期待大なんだけども、これの効果をすごく知りたいので、実はね今ね他の一切のこういう美容液っていうのを今ストップしてこちらを使っている状態です。なのでこれはある程度一定期間使ってみてどんな感じの感想を持つかっていうのを検証したいので、検証結果楽しみにしててください。ビタミン C のトナを使うときに本当にみんな冷蔵庫に入れるように気をつけて、私は冷蔵庫保存をしてなくって、質感が変わっちゃってねドロドロのテクスチャーになっちゃったっていう経験があるので、ビタミン C 系のものっていうのは劣化が早くって、開封したら本当に2週間ぐらいで劣化が始まってしまうので、絶対冷蔵庫保存することをおすすめします。はい、そしてビタミン C 美容液以外のもので言うとこちら、私が乾パンクリームと呼んでいた乾パンシミそばかせに効くクリームです。実はこれ購入してきたばっかりで、1回過去に1本使い切ったことがあって、それはね、もう3年前ぐらいになるのかな、オーストラリアでドラッグストアに行っておすすめを聞いたらもう必ずこれっていう風に言われるぐらい、オーストラリアの人はこれを信奉してるみたいです。私もこのオーストラリアの生活の中でシミができてしまって、シミ爆弾が爆発してしまっているので、強に言えれば強に従えるじゃないけど、その現地の人に聞くのが一番ということでこちらを使いました。1本使い切った結論としては、乾パンもシミも完全には消えないんだけれども薄くはなります。ハイドロキノンとかサルチル酸が配合されたクリームになってます。ハイドロキノンって肌の色素を薄くする成分なので、その3ヶ月ぐらい使ってたんだと思うんだけども、やっぱり全体的にその肌のトーンが明るくなった。その後だんだんねシミも薄くなったし、乾パンもある程度自分の中で、ここまでだったら OK っていうぐらいまで薄くなったんですよね。でそれはやっぱり日々のビタミン C 系の製品を使うとか、あともちろんそのサンスクリーンを塗るとか、そういうことによるものだと思うんだけれども、あんなにひどかったシミのレベルとあと乾パンのレベルっていうのが下がったっていうことで、もうこれを使うことはなくなりました。なんだけど今回そのバリから帰ってきてまたシミが濃くなっちゃったので、これを再開してみようと思ってね、また購入してみました。もうしばらくしたらねちょっとこれ使い始めてみたいなと思ってます。
はい、そんな感じで私のシミがなくなった方法でした。いかがだったでしょうか。私の中でシミと肝斑っていうもののその付き合いは、昔はねもう躍起になって撲滅しようというふうに思ってたんだけども、これはどうやらもう撲滅できるようなものではないっていうことに気がついたので、長い目で見て、長く付き合っていくっていう覚悟を決めて、スキンケアとか、まあこういう肝斑クリームとか、こういうできるもので自分の中で治療をしていこうっていうふうに今思っています。日本だったらもしかしたらレーザー治療の種類っていうのもたくさんあるし、もしかしたらその肝斑に効きますよっていう治療っていうのはあるかもしれないんだけれども、とりあえず私はもうオーストラリアでレーザー治療するのは怖いのでもうねレーザー治療には頼らず、スキンケアとインナーケア、そういうことでケアしていこうっていうふうに思っています。はい、そんな感じで以上が私のシミがなくなった方法でした。今回の動画が面白かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またね、またね。